昔、ここではないどこかの国に、環境省というのがありました。そこでは、特に途上国における気候変動の影響に頭を悩ませていました。そこで、環境省の役人たちは、大雨などによる災害のリスクを早期に伝えるシステム、名付けて、早期警戒システムの導入を計画しました。しかしながら、このシステムを管理することになったのは、環境省で一番ドジな研究員、太郎でした。彼のドジは誰もが認めるほどのもので、太郎がコーヒーを入れる時だって、必ず何かをこぼすほどでした。太郎はまず、そのシステムのテストを行うことにしました。彼が一生懸命にテストを進めていると、突然大きなボタンが目に入りました。そのボタンには、警報と書かれていました。しかし、太郎はそのボタンを見て、ああ、これがお試しボタンかと勘違いしてしまい、ポンと押してしまいました。すると、システムは一斉に災害警報を発令し、すべての人は大混乱に陥りました。しかし、実際には雨一滴落ちていないのに、街中の人は防災ヘルメットをかぶり、傘を差し、避難場所へと走り出したのです。太郎は大慌てで警報を止めようとしましたが、システムは止まらない。彼は汗だくになりながら、説明書をひっくり返して探しました。そして、ついに警報停止ボタンを見つけたとき、太郎はほっと胸をなで下ろしました。しかし、そのボタンを押しても、システムは全く反応せず、警報は止まりませんでした。そこで太郎は気づきました。あ、これ、コーヒーこぼしたときに、水濡れしてたんだ。と、彼はそのまま混乱する街を見て、あ、こりゃ、明日から出勤が恐ろしいなと思いながら、防災ヘルメットをかぶって、自宅へと走り去ったのでした。それから数日後、太郎。